八神さんじゃないっすか。何しに来たんです？なんかおかしいですよね。八神さんが来た途端、御子柴先生が死体で見つかって、次は沢先生が殺されちゃった。まるで疫病神みたいな。確かにそうかもな。みんなマジ神器臭くてだるい。沢先生って男子受けは良かったけど、授業は程度低いし、大して面白くなかったし。少なくとも私は全然一緒に泣けないっすわ。偽善者っぽい。御子柴先生の時はみんなはしゃいだりしてたくせに。おい、お前も黙ってろよ。は？せえぞ童貞。んだよ、こうだ。八神さん、私たちなら大丈夫です。今はわからないことだらけで、みんな不安定なだけ。でもだから、沢先生に何があったのか分かった時は、私たちにも教えてもらえませんか？優等生気取り、すかした顔しちゃって。何？どうしたんだよ茜、お前変だぞ今日。前にも言ったと思うけど、俺は探偵でさ、御子柴博がなんで殺されたのかを調べてた。それで沢先生とも話してたんだ。彼女はその事件との関連で巻き込まれた可能性が高い。だから俺は先生のことも御子柴のことも絶対に全部はっきりさせる。いいよ、どうせネットじゃ御子柴先生完全に悪者じゃん。昔いじめしてたから殺されて当然だったって。そうだな。なら俺のレポートが聞きたくなったら、その時声をかけてくれりゃいい。お前の抱えてるそのモヤモヤ晴らすには、俺の仕事は役に立てると思う。なんだよ探偵って。ああうさんくさ。あいつさ、あかね、御子柴先生のこと好きだったんだよね。ノリも合ってたし、めっちゃ話してたのに、ある日どっか消えちゃった。仲良くしてたつもりが自分の一人相撲だった。おかげでモヤモヤしっぱなし。それで自分にブレーキがかけらんなくなってったんじゃないかなって。だから今までのこと許してくれって言ってるわけじゃねえよ。自分たちが許されないことしたってわきまえてんなら上出来だ。ごめんな、コーダ。これまでしてきたこと全部。彼女には一生許されないと思ってろ。それが当然なんだから。そうっすね。でも、よく謝った。マジ？ありえない。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ってきたか、タボ。お疲れ様です、八神氏。高校の様子はどうでしたか？理事長が全校生徒を集めて集会を開いてた。沢先生の件でみんな動揺してる。うん、そりゃそうだよね。
八神氏が来るのを待っていました。これからやるべきことを話しましょう。よろしいですかな、八神氏。ああ、始めよう。沢先生は昨日、職員会議中、自宅に空き巣が入ったとの電話で呼び出され、帰宅しています。その後の状況から察するに、電話は RK がマンション管理人の名前を語ったものだったと思われます。そして沢先生は、RK の連中に囚われてしまったのです。だが、RK の目的は沢先生じゃなくて、桑名を捕まえることって話だったよな。ああ、阿久津も相馬もそう言ってた。だから多分沢先生は桑名をおびき出すために利用されたんだと思う。なんで沢先生が桑名をおびき出す餌になるんだよ。あの二人はどうつながってんだ。それもそうだけど、そもそもなんで RK は桑名さんを追いかけてんの。カムロ町の半グレが偉人町の便利屋をさ。ああ、わからないことだらけだよな。だから俺らが最初にやるべきなのは、 RK より先に桑名を見つけて話を聞くことだと思う。そもそもあいつは桑名じゃなくて喜多方ってのが本名らしい。 RK は逆に桑名って名前を知らなかったみたいだ。結局俺らは偉人町の便利屋ってこと以外に桑名のことを何も分かってないんだよ。ちなみに桑名さんは昨日から連絡がつきません。一応留守電には返事が欲しいと言っておきましたが。あいつが便利屋をやってた事務所の場所は。桑名さんって仕事はスマホ一つで撮ってたみたい。だから名刺にも事務所の住所とか書いてなかったんだよね。そうだ、カイトさん、さっき桑名さんと飲み歩いた店に何件も電話してたでしょ。あの人がどこに住んでたかって。おう、で、ついさっき分かったんだがよ、どうも桑名のやさは中央通り西にあるプレハブみてえな家らしい。仕事の依頼料が高え割にはえらく汚いとこで寝泊まりしてるんだと。そこまで分かったんなら、うん、まずはそこに行こう。そう来なくっちゃな。つくも、話の続きは後だ。なかなか腰が落ち着きませんな、八神氏は。出発するか。いい加減にしろや。行くぞ。
ったく、時間食っちゃったよ。出発するか。ここ桑名のねぐらって。ああ、そうらしい。なるほど、モグリの便利屋って感じの家だ。あ、なんだよ、どうした。ドアが壊されてる。バールか何かでこじ開けられたんだ。なるほど、誰かが一足先に来たんだとしたら RK の連中だろうぜ。今桑名を追ってるのは奴らと俺らだけだ。完全に先を越されたな。仕方ねえ、RK も頭数だけは揃ってんだ。人海戦術で来られりゃ競り負けることだってある。桑名は多分昨夜からここに戻ってないんだと思う。自分が追われていると気づいてどっかに逃げたはずだ。下手するともう偉人町からも出てったかもしれない。じゃあ俺らはここで何をすりゃいい。あいつの本名は北方ってことだった。だとしたらなんで偽名を使わなきゃいけなかったのか正体が知りたい。そこから沢先生との接点が見えてくるかも。要は桑名の正体を知る手がかりが欲しいってことだな。俺が言いたかったのはまさにそれだよ、カイトさん。灰皿だ。でもなんか妙だな。何がだ。この部屋の中、食い残し飲み残しが目につく割にこの灰皿は随分綺麗じゃない。そうか。なんだ灰皿、確かに綺麗かもしんねえが、それがなんだ。たまたま洗いたてだったんだろ。洗いたてっていうかしばらく使ってない感じだ。ほら、ホコリが溜まってるよ。で、それが桑名の正体を知る手がかりになるのか。なるかもしれないし、ならないかもしれない。あいつが吸ってたのは確か電子タバコだ。ああ、そういえば電子タバコだったね。あんまり使ってない灰皿に普段吸わない紙のタバコか。そんなに引っかかるとこか。電子タバコと紙のタバコと両方吸ってるやつなんていくらでもいるぞ。かもね。でも
探偵が些細な疑問と好奇心をなくしちゃ真実には近づけない。これはん？あれ？このライター？なんだよ。お？ USB メモリだ。そいつをライターに偽装してた。おお！こいつは当たりじゃねえか？わざわざこんな風に隠してたってことは桑名にとってよほど大事なもんだぜ。問題はこの中に入ってるデータだ。パソコンがあればすぐに見れるんだけどな。よし、そうと決まったらつくもんとこに戻ろうぜ。すっかり暗くなっちまったな。あ？なんだよターボ。お出迎えが来てる。あ？もしかして RK か？ああ、クワナを追いかけてんのは RK か俺らくらいなんだろ。相馬と阿久津がいねえ。こいつら下っ端だぞ。よかったじゃん。もし相馬がここにいたら俺は自分を止められる自信がないよ。ああ、俺もだ。お前らの中に話のできる奴はいるか？相馬と阿久津はどこにいる？俺から死ぬやつと話すことなんてねえよ。そっか、そっちがそのつもりなら俺らも遠慮なくやれるな。
相馬と阿久津はどこにいる？あいつらと話をさせろ。こっちからは連絡が取れねえんだ。あの人たちとの連絡はいつも向こうからの一方通行だよ。
そんなこったろうと思ったぜ。RK の大半はただの駒でしかねえ。ああ、でももっと言えば多分相馬も現場の駒で誰か黒幕がついてるんだと思う。半グレは金にならない仕事なんてしない。なのにわざわざアウェイの偉人町で殺しまでやってんだ。そっか、つまりでかいスポンサーによほどの条件を出されてるってことか。ああ、そうでもなきゃ相馬たちがこっちで暴れ回る理由がない。じゃあその RK の黒幕ってのは。そいつが誰かは分からないけど何がしたいかは分かる。なんだよ。クワナを捕まえることだよ。 RK はそれに従ってんだ。そして沢先生はその巻き添えになったんだと思う。そうかい、なるほど。くそ、絶対その黒幕を引きずり出してやる。ああ、俺らがクワナを追いかければいつか勝ち合うはずだ。で、今その手がかりになるのがこいつなのかも。じゃあ早いとこスクモんとこに戻るのが良さそうだな。何なんです？あんたらクワナさんの知り合い？ええ、まあ。そこの倒れてるのは？ただの酔っ払いですよ。目を覚ましたらちゃんと家に帰るはずです。なるほど。そりゃいいや。あの、失礼ですがクワナをご存知ですよね？そうね、10年以上隣に住んでるから。クワナさんは便利屋さんだし、うちで何か手が足りないときは手伝ってくれてたよ。お代はうちの日替わり定食でね。実は昨日からクワナと連絡が取れないんです。どこかあいつがよく顔出すところって知りません？そうだな、それなら彼が横浜に来た頃いろいろ世話してくれたっておじさんがいるんだよ。当園の親戚とか言ってたかな。昔屋さんだったけど足洗ってからはずっとバーをやってるんだ。そのおじさんが町の人に桑名さん売り込んであげてた。桑名はここで便利屋始める前は何をしてたんです？どうだろう、普通に会社員とかじゃなかったかな。そういえば聞いたことなかったかも。桑名の当園ってのはどこでバーをやってるんだい？ああ、それなら清廉って店で、中華街の方だ。2、3回俺も飲みに行ったよ。マスター、昔は屋さんでも、今は丸くなっていいおじさんだからね。なら、俺らもそこに行ってみるかな。次は RK に先を越されたくねえ。急いだ方がいいだろうぜ。お話どうも、お騒がせしました。いや、別に行って。出発するか。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。Yeah!
しばらく寝とけって。